私は外科医として18年間患者さんを毎日毎日治療してきました。皆さん病気になった時病院に行きますよね。当たり前のように医者が治してくれる、なんででしょうか。こんなに大変な毎日、こんなにきつい仕事、その割にはそれだけの価値を与えられているかどうかわからない、こういった今医療危機と言われている現状をなぜ医者が続けられるのか、医者のモチベーションを保つにはどうすればいいのか、こういったことに疑問を持ったわけです。何よりなぜ人が医者を目指すのか、私は何で医者になりたかったのか、そういったことを深く感じる時があったんです。その答えは私の場合深海100メートルにその答えがありました。医学生の頃医学教育の詰め込み型に非常に閉塞感を感じ、週末は海に行き海に潜り、野生のイルカと戯れその写真を撮ったり、そういった週末を過ごしてました。しかしその週末が終われば大学に戻ってまた詰め込み型の教育に入るわけです。そこで大きな疑問を感じたんです。そんな時こんな映画に出会いました。ル・グランブル、これは深海100メートルへ無酸素で人類で初めて行った男の話です。ジャック・マイオールという人がモデルになったと言われ、彼は実在しました。私はなんで彼がそんな深くまで潜るのか、どうやったら深くまで潜れるのか、そのパッションが知りたくて行動を起こしました。彼に会いに行ったんです。そしたら彼が答えました。どうして、なぜ、そういった問いに対して驚くべき答えをくれたんですね。何も考えないでもっと深く潜ってごらん。深く潜りました。深海40メートルを過ぎる頃にはもうそこには光もなく音もなく、もちろん無重力です。こういった海の中に自分の身を置くと何とも言えない安心感というのが湧くんですよね。これはこの地球のエネルギーですね、こういったものを体の中に感じることができるんです。ここはものすごい水圧がかかっているんです。本来人類が100メートルに潜れば押しつぶされて死んでしまうと言われてました。でもこのジャック・マイオールは自ら100メートルまで潜り、あたかも人体実験のような経験をしてきました。彼が証明しました。人間は深海100メートルまで潜ると重要な臓器にだけ血流が集中し、脳とか心臓が守られるこのブラッドシフトという、こういった現象を彼は自分の体で証明したんです。深海100メートルまでは我々は潜れませんが、約40メートルこういった世界に行くと深海のこの地球のエネルギーが自分の体の中にまさに染み込んでくるような不思議な感覚に見舞われるんです。そうすることによってこの地球、大地、海、こういったものと一体感を感じることができる。そこに行くともう小さいことなんてどうでもよくなるんですね。心が開かれます。人間社会の細かいこととか自分のエゴ、こういったものが大きく解放されていくんです。こういったところを実際に行動を起こすことによって体験することができるんです。ここで僕気づきました。なんで僕が医者を目指したのか、なんで医者が人を助けるんだろう。それは簡単です。人だからです。人が人を助けるんです。それは当たり前ですよね。健康は最高の授かり物です。安堵は最高の財産です。そして誠実であること、これが最高の絆を生むんです。そういった思いを秘め私は医者になり医学の道を突き進みました。毎日毎日臨床に明け暮れ、さらにたくさんの人を外来で見毎日手術をしました。もちろん基礎研究もし学位も取得しました。こういった中で一人一人を助けることの重要性と、さらに一人一人を助けられる人を増やす、医者を助ける、
こういった感覚を覚えたんです。そこで一つ自分の興味を持った研究テーマを見つけました。それが医療画像です。人の体を可視化する、手に取るように分かるようにする、こういった技術の研究を私は始めたんです。こういったものを医者だけではなくて病院の外、一般の人、そして健康な状態でこういった情報を共有すれば、病気になる前に健康を維持したり、病気にならないようにしたり、早期発見をしたり、病気にならないようにお互いを気づき合う、こういったことにつながるというふうに考えたんです。ところが転機がありました。2004年、私は4年間地域医療に携わることになりました。ここではこういった高度な医療技術や高価な機器、こういったものは全くありません。しかもその土地の人たちはそういったものの情報すらないので、私がこういった最先端な技術の重要性を説明しても全く通じなかったんですね。もうまさに裸の王様のような状態でした。そこで気づきました。ユーザーファーストです。その人その人に合った形、相手の立場を考える、こういった状況にしないとどんな素晴らしい研究でもその意味をなさないというふうに感じます。そこでこういった高度な医療画像がパソコンで見れるような、誰でも手に取って見れるような、こういった研究を始めました。そこで私の人生を変える一枚の写真に出会いました。これは当時2004年、ジュネーブ大学で開発されたオザイリックスというソフト、これを放射線科医、医者が自ら開発し、世界中にオープンソース無料で配布しているというものです。彼らは市販のパソコンで高度な医療技術を実践して、それをシェアしようという活動をしてました。衝撃を受けました。ここで私は次の行動を起こします。彼らに会いに行ったんです。彼らの情報がアップルのホームページに載ってました。そこでジュネーブ大学の住所を見つけ会いに行ったんです。そしたら彼らも同じような思いで受け入れてくれたんですね。よし、これをもっと広めようと。彼らは放射線科医、診断がメインだったので、私は外科医としてこれを治療に役立てると、そういった提案をしました。それに彼らも同調していただき、これを治療に、例えば手術にだとか、ナビゲーションにだとか活用する、そういった行動を共にさせていただきました。この公式のトレーナーの資格をいただき、公式のマニュアルを作り、世界中にこれを広める活動を今でも続けております。もちろんノンプロフィット、利益を目的としてないんです。例えばこれを手術室に持ち込み、初めてやる手術を安全に行うようなナビゲーションのシステムを開発したり、腹部にカメラを挿入してやる腹腔鏡手術、このカメラの動きに立体画像を追従させるようなカーナビゲーションのようなシステムを医療に導入したり、外科医だけではなく内科医でも、こう口から入れた内視鏡にこの立体画像が追従するような磁場センサーを仕込んだシステム、ナビゲーションシステムを開発したり、さらにこういった画像をプロジェクションマッピング、腹部に投影をしてインタラクティブに画像を見ながら、より確実で安全で傷の小さい患者に優しい医療を提供する、こういった技術の開発を始めました。これにはこちらの東工大の卒業生の人たちや学生の人たちの技術、こういった世界最高峰の技術を導入することによってこれができたというふうに感謝しています。さらに触覚センサーを持ったマニピュレーター、デバイスで手術のシミュレーションができるシステムを開発したり、このデータから 3D プリンターで臓器を立体でコピーをし、透明な樹脂で作り中を可視化して、それを手術室に持ち込み、より安全で確実な手術を行う、こういったシステムの開発をしました。これは実際に今でも臨床で導入がされております。この模型を用いたロボット手術のシミュレーター、シミュレーションシステムを開発したり、このロボットのアームを赤外線で位置検出し、ナビゲーションを追従させるようなシステム、こういったものの開発であるとか、さらにロボットのコンソールの中にこの立体画像と、さらに双方向通信による遠隔支援システム、こういうのを導入することによって
よりシェアできるような環境を構築しました。もちろん実際の臨床の手術でも患者さんの命を助ける、患者さんの機能を温存する、こういったものにすでに活用され人に貢献しているというふうに考えています。こういった高度な研究は大学でだからこそできるものだというふうに思います。ここには大学のさまざまな高度な知識や技術、そして資金力、こういったものが必須です。ところが先ほど閉塞感の話がありました。大学の中だけではこれは実践できないんです。産学連携や医工連携、こういったオープンな環境だからこそさらにこれを伸ばすことができるというふうに考えています。でも中には大学で開発されている研究や知識、技術、こういったものが本当に役に立っているんでしょうか。我々もさまざまな基礎研究を今までしてきました。その中には本当に役に立つのか、本当に患者さんを助けているのか、そしてこれは例えば機器であれば市販化が本当にできるのか、これビジネスとして成り立つのか、もう何よりこれは人類を本当に前に進めるものなのか、こういった疑問を持つような研究っていうのはたくさんあるんですね。研究費を獲得するための研究というのもたくさんあります。これは本当に有益なんでしょうか。ちゃんとしたアウトカム、出口を設定しなければ研究というのは意味がないというふうに私は考えています。ビジネスの世界ではオープンイノベーションという言葉があります。これはまさに医療にも通じるというふうに私は考えます。ところが現在の医療のシステムは非常に鎖国のような閉鎖的な環境に追い込まれています。高度な知識や高度な技術、そして人材や知財、こういったものが大学や企業、そして政府、こういったもので独占されて公開されてない部分が多くあり、これが医療を崩壊に導いているんだというふうに考えています。そこでこれを解放しよう、医療解放構想というのを考えました。医の領域を解放するんです。オープンイノベーションの考え、概念は一つの企業や一つの団体でそのアイデアを狭く絞り込んで一つのプロダクトを生むのではなくて、早い段階からこういったアイデアを共有するんです。そうすると新しい出口が見つかるんです。これがオープンイノベーション。医療の世界でもこれが必要だというふうに考え、私は世界中でこのソフトやこのアプリケーション、こういったものの展開をもちろん無料でハンズオンコースを開催し、マニュアルを配布し、こういった活動を今でも行っています。それには様々なところが賛同してくれ、協力をしてくれてます。このユーザーファースト、使うものの立場に考える、こういった立場に立脚したものが最も広がるといったことに実感するわけです。このユーザーファーストという考えはデバイスにも通じます。例えば当時今の iPhone や iPad がない頃、これは iPod という音楽プレイヤーですね。この中に医療画像を挿入し、こうホイールで回せば立体画像が動いたり溶けたりする。これで外来で患者さんの説明をしたりすると、あるいは手術室で学生の教育に使うと非常に有用だということを感じました。この簡単なデバイスというのも一つのポイントだというふうに考えます。さらに現在ではこの iPad、 タッチパネルでユーザーインターフェースが非常にシンプル、しかも安く手に入る、誰でも操作を簡単に覚えられる、こういったものが医療を大きく前に進めるというふうに考えています。当然看護婦さんであるとか手術室の中でも、患者さんの説明でも、病棟の開診でも、これが非常に有用でした。このソフトの開発からやるからこそこういったものを前に進められるんです。しかもこういった非常に過酷な環境、災害の現場であったりとか救急の現場でも、ちょっとした時にすぐにこれが活用できる、しかも高度な医療技術や知識がない人でも簡単に扱える、これが重要でした。こういったパッション、思いは私だけではなかったんですね。日本全国でこういった思いを持つ同志がいました。まさにシンクロニシティです。偶然の一致って言いますね。このシンクロニシティという言葉は、偶然の一致をそうだと気づくかどうかがポイントで、
気づいた後、これを先に進めるとかどうかがポイントなんです。そこでチーム医療 3.0 という新しい団体を立ち上げました。彼らの活動をご紹介すると、例えば佐賀県全救急車に早くいち早く iPad を導入し、どこの救急隊がどの活動しているかをリアルタイムに検出ができ、それを可視化しながら解析ができるようなシステム、これによって救急搬送時間が大きく短縮し、しかもコストがダウンでき、一極集中を防ぐと、実際に人の命を助けてるんです。さらに医師の教育のツールを世界中にシェアできるようなシステムを開発しているメンバーもいました。さらにこれは今流行りの SNS っていうのを利用して、さまざまなドクターの意見であるとか治療方法、診断方法、そして手術場のリアルタイムな情報もタイムライン上に乗り共有できるようなシステム、これもすでに市販化され、さまざまな地域で日本国内に限らず導入が今進んでいるわけです。例えば災害現場のこういった画像もリアルタイムに配信し、それを共有ができるんです。もちろんこれはクラウド上に乗りシェアができるようなシステム、これは例えば外来で皆さんどこが痛いとかどこが悪いというのを鉛筆で書きますよね。これをこういったデバイス上で簡単に入力することによってデータベース化が簡単になります。それを次に生かすこともできるようなシステムを開発しているメンバーもいます。さらに在宅の場では高齢な方でも、例えばこういった血圧とか脈を測れば自動的にデータベースにアップデートされ、それを共有できるようなシステム、例えば独居老人であればその人が生きているかどうか元気であるかどうかが遠隔でリアルタイムに判断ができ、孤立を防ぐことができるんです。こういったデータベースを病院だったり在宅だったり移動中でも訪問看護師でも誰でも共有ができるようなシステムがある。我々は患者さんの立場に立つ現場意識といったことを一番重要だというふうに考えて活動しているわけです。こういった活動は非常に楽しいんですよね。これがフローという状態だと思います。成功の連続を続けるとハードルが下がるんです。これを楽しみとして続けることができる、こういった状況に我々は今なっているんだというふうに非常に幸せを感じています。特に教育の現場では生きた教育を提供し、次の世代にこれを伝えることができるんです。デジタルネイティブと言われる生まれた時からコンピューターがある世代では簡単に導入ができました。これを大学だけではなくて今は中学生の教育に活用しているんです。心は直接つなげるもんなんです。こういった思いは必ず伝わります。さまざまな人の協力によってさまざまな評価をいただいているんです。こういったメディアというのは我々の思いを伝えるには非常に有用でした。今国境なき教育団という活動をしています。このメディアの届かないエリアでも等しく教育が受けられるような、こういった活動をデジタル媒体であるとかこういった模型であるとかこういったもので構築しているわけです。命の尊さを感じればきっと世界平和に貢献するというふうに考えています。人をインスパイアするのは心を開き、人が人であることを認め、誠実に相手のことを考える。そしてこの熱意を伝える。これが一番人をインスパイアするものだというふうに感じています。私が生死をさまよったとき、命の尊さを感じました。そして人間の強さも感じたんです。人を助けることの重要さ、この仲間のありがたさ、こういったものを自分で感じました。ですから私は今日も次の命を助けます。これを次の世代に伝えたいというふうに考えているわけです。皆さんもこれに続いてください。ありがとうございました。